めっちゃ泣いてる。ありがとうございます。泣いてる。これはじゃあ、パニックだ。よし、消すぞ。はい。せーの。じゃあまあちょっと被災の子供も泣いてることで簡単に抱負とかを喋っていただいて、じゃあ大森さんから。はい、ありがとうございます。ゾロ目になりました。ありがとうございます。今年は行き当たりばったりを卒業するっていうのを目標にしておりまして、今もいろいろ劇団の計画とか立てておりますけれども、狙っていろんな活動ができるようになりたいなと思います。よろしくお願いします。ヒザイさんは、ヒザイさん、ヒザイさん今大変お忙しい。今年の抱負だって。年女で36歳になりました。なります。はい、ありがとうございます。今年も楽しくなんか今までの 1.5 倍ぐらいのことはできるんじゃないかなって今思ってるので、自分で壁を作らずにやりたいことはチャレンジしていこうと思います。僕も。いやだ。いやだ。じゃあおめでとうございました。